日本で違法なサービス使ってね。リーグアン所属のエースモナコは8月21日、オンラインカジノ、カジノシークレット、とのパートナーシップ継続を公式発表。日本代表南野拓実のビデオメッセージがクラブ公式 SNS アカウントに投稿されているが、日本サッカー協会の元関係者から複雑な声が上がっている。この投稿に元 JFA マーケティング担当部長という肩書きを持つ三田氏は、クラブ公式 X アカウントの投稿を引用した上で、おいおい、大丈夫なの？とポスト。具体的な言及こそないものの、モナコと CS のスポンサー継続を全面的に歓迎するというトーンではないようだ。南野がモナコと日本サッカー協会で板挟み状態になってて笑う。思い出される水谷事件、南野の通訳気をつけろ。そもそも電通自体がクソ怪しいのだから何も言えないでしょ。さすがにこれで代表招集できなくなりましたはないよね。また日本の一部メディアは岸田文雄内閣総理大臣の国会答弁をもとにカジノシークレットが日本で提供するサービスは違法でモナコのパートナーシップ戦略は違法行為を前提としていると主張している。これ南野からしたらどうしようもないよな。モナコが悪いだけ、日本人だけに向けての投稿じゃないし、これくらいは許してあげてよ。日本でもオンラインカジノを合法化すればいいんじゃね。海外サッカーかけられるようになったら毎週大変なことになる。南野巻き込まれてる。